今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗弘義孝の中央競馬全レース回顧ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日福島競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨時々曇りとなっています。芝ダートの重いからについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。8レースのビターグラッセは重いダートが合う馬です。8レースの緑スティールも重いダートが合う馬です。9レースのララキラは直線競馬での単票になりますが、馬場レベル低下でさらにという馬で三角の状態です。11レースのイリマは軽い芝の長距離が見たい馬です。続いて土曜日中京競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨時々曇りとなっています。4レースのベストインクラスは時計が上々だった馬です。6レースのエンペラーワケアは控える形が鍵の馬です。8レースのジェモロジーは重い芝が合う馬です。10レースのスペクトルグラムは 1400m に適距離を見出した馬です。三角の状態です。11レースのサンマルレジェンドは重いダートが合う馬です。三角の状態です。12レースの北サンダームールは重い芝が見たい馬です。続いて土曜日函館競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。8レースのヤングワールドは外枠希望馬、そして 1600m からの距離短縮も視野にという馬で三角の状態です。9レースの名将の部下は決め手が強烈な馬で三角の状態です。11レースのプリティチャンスは右回りの重いダートが合う馬で三角の状態です。11レースのルコルセールは軽いダートが合う馬です。三角の状態です。続いて日曜日福島競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨となっています。1レースのアイスジャイアントは危険マークがついていて道悪合う両馬場はハテナという馬です。10レースのコンソレーションは重いダートチェック、そして 2100m からの距離短縮に注目している馬です。10レースのハッスルダンクは中山 1800m 以外がどうかを見ていきたい馬です。11レースの帝王ソラネルは客室に幅が出た馬です。12レースのカジフェイスは芝での単票で花切れればという馬です。12レースのブーケファロスは重い芝の 1200m が合う馬です。続いて日曜日中京競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨となっています。8レースのタロントゥーズは花切れればという馬です。9レースのスズハロームは重い芝向きの馬です。9レースのダノンアーリーは軽いダートと重い芝が合う馬で三角の状態です。9レースのロードリアイアブルは重い芝 1400m に注目という馬で三角の状態です。10レースのファデスは芝での単票で平坦コン割り 2000m が合う馬です。11レースのアティードは右回りの重いダートが合うということで、今回は厳しそうというジャッジでした。三角の状態です。11レースの名将天水は軽いダート向きの馬で三角の状態です。12レースの名将カイトは芝適性が高い馬です。最後に日曜日函館競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れ時々曇りとなっています。4レースの淀のルーキーは一戦ごとに良化を示した馬です。8レースのエイシンジェンマは重い芝が合う馬です。8レースのマリネロは持続力が武器の馬で三角の状態です。10レースのマテンローマジックは重いダートが合う馬で三角の状態です。11レースのサンストックトンは直線の長いコースが合う馬で三角の状態です。当たって！以上となります。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。